おかえりみんな。セブン行ったの？忘年会行ったの？忘年会行った？わあ、今何してんの？油敷き始めた？すごい。今あと1分で焼けるから待ってほしいっていう。待てぬ。大丈夫、俺らも焼くから。そう、俺らも今から焼くから。はい。安心してください。はい。みんな。1ヶ月ぶりだね。1ヶ月ぶり。高森夏実と申すものである。あ、松井絵理子と申す。拙者高森夏実と申す。親方と申すものは。総州小田原一色町をお過ぎなされて。青物町のぼりを入れなされれば。これできる自信ないですね。今最後まで。一番できた。あれ、これが一番覚えてられるのって養成所の時期じゃん。あ、まあそうだね。毎日言わなきゃいけないです。やることないからね。はい、そうなんですよね。そうなんですよ。なかなかね、よく暗記してるよねって。だって死ぬほどやらされるからな。そうだよ。そうだよ。どこの養成所でも多分やらされるんじゃないですか。そうだよ。これはちゃんと演技しながらやりなさいって言われる。私絵筆みたいだって。絵の筆。ここ。確かに。絵筆みたいだ。絵筆みたい。筆のような染め方をした。可愛いよ。とても。染めたてです。私ちょっとカメラだとわかんないかもしれないけど、ちょっと赤みのある。そう。クリスマスはレッドブルーで。レッドブルーでやらせてもらってます。ワイン何？私何で言ったらいい？何？え、なんかジンとかそういう。あ、青いお酒何？青いお酒ってなんだろうね。あるよね。あるよね。結構ね。そうだよ。はい。今日は青と赤で。そうやらせて、面から赤と青でやらせてもらってます。わブルーキュラソー、ブルーハワイ。ああ、ブルーキュラソー、ブルーハワイを入れれば青くなるっていう、そういうことだ。ブルーキュラソーというお酒なの？キュラソーはお酒であるよね。コナンにも出てきました。お酒の名前はコナンで覚えた。そうだね。リキュールの名前はね、そうコナンで覚えました。そうだね。天海祐希さんですね、キュラソー。あ、いいじゃん。アジサイ。キュラソーは違うっけ？お、アジサイ、ポケットモンスター、アルカリ酸性？ポケットモンスターアルカリ酸性。アジサイモンスター。アジサイモンスター安い。アルカリ酸性。草タイプしか出なさそうじゃない？それ。リトマス紙で、今日はリトマス紙でやらせてもらってます。はい。エリちゃん、エライすごいですけども。この番組、休憩室のようなまったり落ち着いた空間で私たち2人が好き勝手自由にトークするをコンセプトにした番組です。はい、これから1時間半本当に好き勝手トークしていくので、私たちに話してほしいことがあればどんどんコメントしてください。はい、またこの番組は YouTube とニコ生で配信しておりますが、無料で視聴できるのは前半約45分までとなりますので、最後まで見たいという方は、本当に餃子を食べるのか食べないのかというところまで見たいという方は、そんな時間かかる？はい、この辺から登録することができます。はい、チェックしてください。さらに YouTube ではメンバーシップ登録をすることができます。月額会員になれば過去の番組がアーカイブ視聴できますので、 YouTube から見ているよっていう方はぜひ登録お願いします。はい。そして、視聴者の皆さんからのコメントもね、読んでいきますので、どしどしコメントしてください。ハッシュタグの後ろに夏入りエラスゴも忘れずにつけてでお願いします。はい。というわけで、まずはコーナーからいきたいと思います。はい。今日の夜食のコーナー。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん。ちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん。お、ええやん。タイトだったじゃん。このコーナーでは皆さんが私たちに紹介したいご当地お菓子やお土産の情報を募集しているのですが、今回は私たち2人が餃子パーティーをやってみたいと言ったことから、あ、言ったの？記憶ない。私、餃子包みたいとは言った気がする。あ、確かに。みんなで餃子包みたいっつって。それが餃子パーティーに進化した。そう、餃子を焼くパーティーに進化した。というわけで、特別に餃子セットを用意してもらいました。やった。パッケージ見せていいんですか？はい、宇都宮肉餃子。嬉しいね。美味しいやつです。結構ふるさと納税とかでも餃子頼んじゃうんだ、私。いや、美味しいもんね。美味しい、冷凍したやつね。という餃子を今日は作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速、ニンニクの匂いがしている。早速作りますか？やるかい。並べるか。でももうさ、作ってくれてるから、これって。そう、これってもうできてるから。我々は焼けばいいよ。並べて焼けばいいだけだから。みんな何餃子を食べているんですか？浜松。浜松餃子も美味しいよね。浜松餃子はどういう餃子？浜松餃子って特徴なんか餃子ってあんまりそんなに中身にあれなのかな、そこまで違いはないのかな。王将っていう人いるいいね、美味しいよね。王将美味しいね。今日は浜松、あ、水餃子もいいですね。いいね、とっても素敵。大阪王将、そうだね。いや、冷凍食品の餃子さ、すごい美味しいよね。私結構ニラたっぷり入ってるやつとか好き。あ、ニラ餃子。私コロッケとかもなんだけど、本当なんかシンプルなの好き。肉そしてニラ終わりみたいなのでいい。もう2つしか入ってませんよっていうね。シンプルイズベスト。はいはい。どうする？パリにする？それともちょっともっちりにする？パリともっちりを水入れるか入れないかで選べる。うん、どっちが好き？私どっちも好き。じゃあなんかまるで料理してるかのように見えるから水加えよう。水加える？うん。水すごやわ。あ、こんないい水加えてお料理するんですか？ね、水がまず小さじ2杯の油を引きます。はい。小さじ？小さじ？小さじ用意されてないわ。じゃあなんか目分で目分量で、え、ストップいって、どれぐらい？小さじ2杯ってどんなもん？どんなもん？こんなもん？あ、ちょっとやりすぎたかも。まあ油はほらあるに越したことないから。で、いけるいける。やや弱めの中火にしてから並べるの？あ、並べてから中火じゃないの？温める。点火し？うん、中火スタートだこれ。中火。菜箸ある？菜箸ないかも。後ろとかにあったりしない？勝手に開ける。ない。人んちの勝手に開けてる人みたい。確かに。菜箸ない。ない。別に割り箸でもいいんですが、菜箸でないと私家でやるみたいに餃子手で並べ始めることになっちゃう。別にいいけどね、うちらが食うから手で並べてもいいけど。あ、来た、菜箸来ました。あ、よかった。あ、これ実家にあるやつだ。イエーイ。これ、はい、イエーイ。これ何よ、並べればいい。あ、これなんか綺麗に整列してるから私円にしちゃうタイプなんだけど、ちょっと1個ちぎれました。ああ、しょうがない。しょうがないね。ちぎれちゃった。しょうがないね。ちょっとむずや、これ。むずやで。ちょっとなんかちょっとちぎれてる。餃子を待たせすぎたか？待たせすぎた。でも俺たちも待ってたんだよな。俺たちめちゃくちゃ待ってた。俺たちも30分ぐらいお腹を空かせて、まだ本番は始まらないのかって言いながら、え、これあ、ちょっとなんかちょっとさ、はい、水入れてない、油しか、ちょっとね、ちょっと油多いかな。そんなもんかな。そんなもんかな。ちょっとなんかね、餃子が皮がちょっとねくたびれもしておるわ。しょうがないね。まあ食べれば一緒だから。あ、すっごい。ちょっと。わあ。なんかさ、私なんでか円にしちゃうんだけど。いいんじゃない？羽も作らぬくせに。羽も作らないけど。うん。まあ見た目がいいよね。可愛いよね。可愛いよね。はい。はい。やりました。はい、できました。並びました。で？はい。やや弱めの中火にして。弱めの中火、こんなもんか。弱めの中火って、弱めの中火した。これ強い？え？弱すぎ？弱すぎ？なんか火おらんよ。あ？これ真ん中ぐらいじゃないんだ。真ん中ぐらいじゃないんだ。はい。あ、じゃあこれぐらいだ。難しいねこれね。茶色くなった時に水を入れるって。誰が？これ誰が俺たちがこいつが茶色くなったら俺たちが水を入れるってことだな。俺たちが茶色くなるのではなく、そう、俺たちは今からギャルにはなれないから餃子がギャルになったら、そう、餃子がギャルになったら俺たちが水ぶっかけてやるってことだ。水を全体にかかるように入れて、さって蓋して中火で3分半蒸す。なるほどね、なるほどね。え、タイミングがわかんない。跳ねそう。跳ねそう。鬼跳ねそう。鬼跳ねそう。ちなみに私は餃子焼いたことない。初めての餃子。初めての餃子。家で餃子焼いたことないから。でもなんか今餃子奉行の方がいらっしゃるから。ね。なんかすごいサイレント指令が降りてきてる。まだこのままらしいよ。だって餃子はもうレンチンでさ、餃子になるからさ。あ、冷凍のも？あ、餃子の裏を見ろ。ミッション。餃子の裏を見ろ。謎解きみたいじゃん。餃子の裏を見ろ。ミッション。あ、ちょっと焦げ目が。今水入れる？水いらしいよ。あ、怖え。これ一人でやった方がやりやすい？え、どうだ？わかんない。え、いくよ。はいはいはい。ああ、いけましたいけました。でこれで中火で3分半です。3分半。3分半です。あ、3分測ってくれてます。でも今さ約弱中火なんでしょ？じゃあちょっとちょい強中火にしなきゃいけないってこと。でもね、これもう結構ね。ここだからさ、これ火見えなくない？いや見えてる。青くなってるから。難しい。じゃあ、イラストですね。これを待っている間にイラストをご紹介して、はい、みんなはまあちょっとまだ餃子が、うん、まだ待ってくれ。まあ食べてる人もいるかもしれないけど。はい、じゃあこちら、はい、ファミリさんからです。ありがとうございます。クリスマス。高森さん、松井さんお邪魔します。今回のイラストはもう来週にやってきたクリスマスで描いてみます。来週クリスマスなの？そうだよ。驚いちゃった。個人的なことですが、週明けにコミケ原稿の締め切りを控える中、なんか今年やばいんでしょ、印刷所さんがさ、ね、なんか断ってる印刷所さんあったよね。なんかすごい大変なんでしょ。ね、うちには入稿しないでくださいみたいな。皆さん働いて大変よ。ね、割と重めのコロナに感染するという絵に描いたような地獄中です。なう？来週楽しいクリスマス迎えられるようエールをいただけないでしょうか。今年も一年良質な笑いをたくさんありがとうございました。今回の放送も楽しみにしています。じゃあ今お布団から。まあもしかしたらちょっと後から見ようかなっていう感じもあるよね。うん、ありがとうね、みんなお大事にって言おうね。そうだ、お大事に、ね、お大事にだよ。ありがとうね。そんな中こんなね、本当素敵なクリスマスね、無理しないでください。私たちがしない分サンタにしてくれて、うん、ありがとうありがとうね。俺たちが1ミリもしないで餃子焼いてっから。そうだよ。はい、続きましてこちら島はるきさんからいただきました。ありがとうございます。夏で松江里、今年も1年お世話になりました。こちらこそ。昨夜急に公式から餃子をご用意くださいと告知がありましたが、一体何が起こるって言うんですか？イラストですが今年もクリスマスカード風に作らせていただきました。それでは餃子を用意して放送お待ちしております。え、すごいねこれ。え、すごい。写真じゃないの？あ、CG だ。え？CG だ。すごいこんな立体物作ったみたいな感じになるんだね。すごい、ありがとうございます。グリーンサンタとブラックサンタなんだ。赤はいね。赤はいないんだ。赤はいません。あ、じゃあお便りもいい。赤は本物のサンタさんがいるから。鉄山さんからです。ありがとうございます。高森さん、松井さん、エラスゴ今年はスラムダンクやプリキュアなどリメイクされた作品があり、来年もドラゴンボールやグレンダイザーなどリメイク作品が放送予定です。お二人がリメイクしてほしい作品はありますか？僕は1989年放送されたおぼっちゃまくんをリメイクしてほしいと思っています。無理だよ。歩く身の代金は無理だよ。おぼっちゃまくんは無理。あれ本当にね、もういろんなとこから怒られる。無理だよ。今、令和の世の中亀に乗って投稿してるだけで亀愛好家からクレームが聞かねないから動物愛護からね怒られて難しいよ。であと貧乏ちゃまの後ろ姿も公然わいせつ。でも楽しいね。たまにシリアスな回とかあってね。本当ね、面白かったよね。リメイクか。リメイクどうだろうね。どうかな。でもなんかその時代に流行ってるものがその時代にやってたのが良かったみたいなとこがあるからね。あ、できたのかなこれ。私も世代じゃないけど、かぼちゃワインリメイクしてほしいんだよね。かぼちゃワイン。ザかぼちゃワインって読むの？あれザ読むの？かぼちゃワインって昭和の漫画作品なんだと思うんだけど、私もねほらカートゥーンネットワークとかで見てたの多分。カートゥーンネットワーク。再放送というかみたいな感感じのさやつで、スケベなやつ、スケベだったのあれアニメで見てたから、スケベさが多分あんまり分かってなかったんだけど、すごい背の大きい女の子エルちゃんとお上品な小さい男の子がのスケベ漫画らしいよ。あ、スケベなのあれそうなの、あれすごいさ昭和でこんなさ逆進調査っていうか、まあ確かに確かに、でこんなに可愛い作品と思ってたの私が中高生ながら。じゃあ開けます。はい、開けます。ここに載せる。お、うわあ、結構ね下パリパリになってますよ。これはなってますよ、なってますよ。あ、これで、はい、これさ本当だったらさ、はい、バンバンバンってやりたいやつまあしょうがないんじゃないか今日は多分ねやっちまいますね。わあ、すごいカリカリになってそう。いいんじゃないこれ、もう切っていいのかな。餃子はさきっとさあ、美味しそう。あ、美味しそう。見て、ダメだった、ダメだったなっちゃんダメだったけど大丈夫、お腹の中に入ったら全部一緒だよ。ダメだった。うわ、本当は餃子屋さんみたいな。あっつわ、大丈夫ですかなっちゃん、なっちゃん、うわめっちゃ跳ねてる待って盛り付けとは大丈夫大丈夫、美味しそう。でもこれはねちょっと危ないね。ね、ちょっと危ないから、ちょっと今水が、残り水がね、残り水がパチパチ言うてる。残り水が僕たちを攻撃しようとしてるから、どこかにちょっと遠目に。なんか大丈夫それ、直置き大丈夫なの。まずいか、鍋敷きがない。うん、びっくりした今、直置きしてて鍋敷きがない。なんかないかな。え、鍋敷きないのかな。鍋敷きが、むしろこのここのこれもらってもらう。おいしそう。ね、待って。出来上がりの絵じゃないんだよな。確かに。じゃちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん。待って。ちゃかちゃかちゃんちゃん。家だってこんな汚く盛り付けないよ。できました。え？できました。やったー。乾杯しなきゃね。これはひどい盛り付け。大丈夫。お腹に入れば一緒だから。物自体は絶対美味しいんだけど。あ、どっちのお皿がいい？この二色皿、これにしようかな私。私も二色皿にしよう。え、なっちゃんは何で？酢胡椒。胡椒ってこれ胡椒じゃない？酢と胡椒がいいです私。酢これおしゃんでわからん。これで出したらいいのか。私はね醤油と、あ、餃子のタレ。え、餃子のタレって餃子のために生まれてきたの？餃子のために生まれてきたならお前にするか。そうだね。私も片方はじゃあ餃子のために生まれてきた。よ。ミラクルロマンスやん。え、違ったわ。ミラクルロマンスじゃーん楽しそう。まだ全然飲んでないのに。俺たち楽しそうだな。私お酒なくても全然。懐かしいタレなのこれ？懐かしいやつなの？昔からあるの？そうなんや。へえ。知らなかった。家でもさ醤油とラー油と酢の3セットで自分でタレ作ってたから。私もこれ使ってなかったな。ね、実家でも自分で作ってたから。ありがとうね。おい。あ、ポン酢もいいね。で、はい、なんか飲み物セットが参りました。なっちゃんは今日アルコールを飲むそうです。そうです。なぜならマネージャーが来ていないからね。私はマネージャーが目を光らせているのでノンアルです。今日ちゃんと今日のこれの前にマネージャーに会って。高森さん今日ちょっと行けないんですけどよろしくお願いしますって言ってくれたから、オッケーオッケースオッケースオッケースって餃子食べて帰りますとか言ってオッケースオッケース、そうちょけたからバレない。え、氷いる人？いらない、いらない。じゃあ私、あ、でもちょっと欲しかった。あ、ちょい欲しい。うん、ちょい欲しい。うわ、ちゃんとこれ酒飲みの氷じゃん。ね、うん、ちゃんとロック。じゃあ2個ぐらい入れとくね。ありがとう。はい。これが子供のレモンの。そう、子供の。やっぱ餃子はねレモンサワーだよね。これが子供のレモン。あ、ありがとう。ねん。いい。音がいい。とってもいい。じゃあ皆さんもね飲み物用意して。コーナー。これが大人の。ありがとうございます。大人の飲み物よみんな。最高だな。ちょっと餃子足りないでしょこれ。確かに。絶対作んなきゃいけないよこれ、うん、絶対足んないからこれ。絶対足りないよ。絶対足んないよ。嬉しいね。よっ。はい、じゃあ、はい、皆さん今年もお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にお世話になりました。どんな一年だったかな、みんな。どうだったかな、みんな。楽しかった？ね。楽しいことがいっぱいある一年だったらよかったな。そうね。ね。楽しかったよ、私は。なんか何がどうとは言えないけど記憶が私もなんか楽しいこといっぱいしたような気はするよ。一人でモリモリ動いたからな、今年は。そうだね、やってたね。テラリウムとか作ってたでしょ。苔を植えたね。苔植えたよ、なっちゃん。家でも植えたもんね。もちもち一本一本植えたりとかね。犬連れて温泉宿行ったりしたし。最高じゃん。なかなか一人でエンジョイさせてもらいましたわ。なんだかんだいろんなとこ行けた感じもあるし、楽しかったな。ライブもあったりイベントあったり。そうだね、今年は結構みんなもね、イベント行けたんじゃないかなって思いますから。じゃあ、はい、乾杯しましょうか。乾杯しましょう。皆さんいいですか。じゃあ今年もお疲れ。みんな今年も偉かった、すごかった、すごかった。お疲れ様。乾杯。偉かった、すごかった、いいな。ね、偉かった、すごかった。みんな偉かった、すごかった。うん。やったー。美味しいっすなー。よし、餃子食べるぞみんな。なんか餃子久しぶりに食べる気がする。確かに餃子って家で食べる？そんなに、いや、そんなに。私も頼んだ時期は食べるんだけどね。あ、でも居酒屋とか行ったら食べるかな。いただきます。あ、でも餃子屋さんに一人でなんかカウンターの餃子屋さんに寄って帰って酒飲んで帰ったことあるわ、一人で。よかった、すごく。うん、すごいカリカリだ。うん、うまっ。水入れてこのカリカリさ入れてよかったね。ね、結構思ったより、おいしい。ちょっと油が多かったかもな。カリカリすぎる揚げ焼けみたいになったんだね。でも分かった、これで次はきっともっとうまくできるよ。うまい。普通にお腹空いてたからめちゃくちゃ美味しい。すごい食べちゃう。お米はね、あったら食べるけど、やっぱ酒餃子米ってきたらなんかこうちょっとエリートすぎない？なんて、ごめんね、言葉今カロリーの選手としてちょっとエリートすぎる。エリートすぎるじゃん。ちょっとね、そう。悪口が出てきちゃうもんね。そう。私はポジティブな意味で使うけど、言葉として悪いからちょっと嫌な人もいるかもしれないからね。それを言ってしまったら。ね、配慮配慮。めっちゃうまいよ。美味しいよ。めっちゃうまい。これはみんなも食べてるかな、餃子。うん、最高だな。あ、餃子のタレも美味しい。うん。これせっかく岩塩あるから私岩塩も行きたい。行きな。岩塩餃子よ。うまっ。そうだね。美味しい。美味しい。でもなんかこの間何かしてほしそうな動きを見せている。え、今日食べるだけじゃないんだって。何かをしてほしそうな動きを。今日ただただ私たちが餃子を食べるのを垂れ流すっていうあれじゃないんだっけ。食べながら相談の続きいきましょうか。そんなことあるんだ。相談の読むか。読むか。ほな読むか。ほなあるなら読むか。うん。こちら。クリリンと同じヘアスタイルさんからいただきました。ありがとうございます。ナッパ。高森さん、松井さん、こんばんは。こんばんは。先日お二人からいただいたアドバイスを参考にさせていただき、友人おでくんの誕生日プレゼントとして。おでくんどうだった？二人でファミレスでチョコレートパフェを食べながらゆっくりお話ししてきました。二人で茶をしばきながらすっかり腹の肉が取れなくなった体について、我々も貫禄がついてきたねとお互いの傷を舐め合ってカロリーのエリートなんだね、有意義な時間を過ごすことができました、ありがとうございました、追伸、私の誕生日も近いためおでくんにおしゃれなアクセサリーをリクエストしたところ、通販で安く売っていた某指輪物語に出てくる、サウロンの力の指輪をくれるそうです、最近のネットは何でも売ってますね。なんで楽天で安く売ってるとか言うんだよ。言わなくていいだろ。力の腕はくれる。余計なこと言うなよくれるんだから。でもね、そういうのももうあけすけなく言い合える、ね、仲ってことですよね。本当に仲いいと楽天で安いからこれ買ってあげるよって言われたらウケるもんね。これよくね、うん、ありがとうみたいになるよね。みたいになるもんね。いや、仲良しなんだね。これからも仲良しでいてください。うん、よかった、おでくん喜んでくれて嬉しいな。続いて赤ずきんさんからです。ありがとうございます。高森さん、松井さん、こんばんは。こんばんは。私事なのですが、12月15日、今日エラスゴの配信日に誕生日を迎えました。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。これ私がみんなに乗せてもらったリムジンで聞いてた延々と流れてたやつね。おもろ。今までいろんな推しのイベントとか配信とかに誕生日があまり被ることがなかったんですが、今回誕生日と被っててめちゃめちゃ嬉しくなりました。ハッピーラッキーガールじゃん。嬉しくなってくれるんだ。いつも楽しい番組ありがとうございます。そしてこの楽しい番組がずっと続きますように。ちなみに自分の誕生日プレゼントで初めてブーツにお金をかけました。素敵。いいよ。素敵、いい女。なんか私もこの年だから、靴とカバンはなんかこう高っって思っても、いや買うか、そうねっていう気持ちになってきた。靴とカバンはちょっと出せるね。靴はやっぱね、いいものをね履いた方がいいみたいだよ。いいとこに連れて行ってくれるから。名言ですね。ええね、らしいです。花より団子とかでも聞いたな、確か。あ、そうなんだ。私は人から聞いたから、じゃあきっとその人が花より団子から仕入れた。あ、どうなんだろう、どこが起源かはよくわかんないけど、漫画で聞いたな、私は。そうなんだと思って、なんか海外のことわざとかでありそう。そうなんじゃない、多分。日本はほら草履文化だからなかったと思うけど。フランスとかさ、そういうところにありそうよね。ありそうだよね。革靴文化のとことかに。素敵、素敵な誕生日を過ごしてくださいね。おめでとう。じゃあ次行きますか。ね、餃子足んないよ。焼け焼け。寄せぐとさんからいただきました。ありがとうございます。高森さん、松井さん、エラスゴ。来週末はもうクリスマスですね。街にきらびやかなイルミネーションや飾りが増えてきて、年末が近いんだなという気持ちになります。私は小学生の頃、とても欲しかったガンダムのプラモデルが枕元に置いてあって、メリークリスマスと思わず叫んだ時のことを毎年この時期になると思い出します。お二人は小さい頃、サンタさんにどんなお願いをしましたか？またそのお願いが叶ったかも、ぜひ教えてください。うちサンタ文化なかったかも。え、制度なかった？サンタ制度なかった。あら。でも妹はあったみたい。え、何それ、怖い怖い。私、妹が中学生の時に、なんかこう年末年始で帰省しようってクリスマスあたりなのかな、帰省しようってなった時に、なっちゃん、妹がまだサンタさん信じてるから、絶対にいないとか言っちゃダメだよみたいななんか親から見てもさすがに中学生だからもういいやろって思ってたらしいんだけど、どうやらめちゃくちゃ信じてると。サンタさんへの手紙が置かれてって、妹からのいつものね、毎年のあれね。だからまだ信じてるんだって、めちゃくちゃちゃんと信じてる。なんかサンタさんからプレゼントあげたから余計なこと言わないでねみたいな。なっちゃんはいつ気づいた？なっちゃんはね、もともとサンタの制度がなかった。サンタ制度ないけどサンタはいると思ってた。でも幼稚園とかに来てた。ああ、明るいおじさん、こういうね、若めサンタが来てた。ポッポーの感じの若いね。まだちょっと若めの若い職員の人がやってる。先生とかがやってるやつね。来てた。あ、そうなんだ。全然親が私たちからだよって言ってプレゼントくれてた。え、信じてた？うん。信じてたけど、ちょっとひねくれた子供でもあったから、どうしてもサンタの正体を突き止めたいみたいな時期が、小学校の4年か5年ぐらいにあって、でも結構信じてたね。なんとなく嘘だとは思っているが、まだ見てねえから分かんないみたいなのがあって、でも3年生ぐらいの時にこれはいよいよみたいな、突き止めてやるぜと思って、決意にほら夜通しさ起きてるわけよ、布団の中で、真っ暗にして来なくて、え、来ないってなって、でそのうち、朝の4時ぐらいになってもう限界が来て寝るじゃん。起きたらあんのよ。だから朝置いてるうちの親。でもか違うよ、起きてたからだよ。寝たら置くんだよ。いや寝てたもんだって。いやわかんない、今待ってリスナーにまだ信じてる人がいるかもしれない。これを見てる松井家はね、松井家のそうごめんね、いるいる、全部の家がそうではないよ。サンタはいるんだよ。松井家はそうなの。そうサンタはいます。明け方うちはうちのサンタ順番的に明け方になるんで、多分蒲郡はちょっと遅かったんだろうね。あ、全国エリアで分かれてないの。だからあれよ、それは時間かかる。エリアで分かれてるとしても中部で名古屋から行くやろ、多分絶対。あ、ちょっとね、都心から行くやろ、密度の高いって思うとやっぱ明け方になっちゃうんだよね。あ、そうかそうかそうか、なるほどな。田舎なんでね、そういうことだ。そっか。いやでも私今年のクリスマス、世間的には24なの25なのどっちなの、本気出すのは 24?45 両方じゃないの。私5が休みかもしれなくて、休みかもしれないじゃんと思って、なんか家具買っちゃったから。家具買っちゃって、あれってさ時間の指定できなかったりするじゃん、届く。でも25絶対休みな予感がすると思って。25に配達してくださいってしちゃったから、理由なく一日家にいなきゃいけないからどこにも行けない、家具届くから確定家具。仕事が入ったら諦めるけど、でもそれがサンタさんからの、そう自分へのクリスマス。でもさ一番配達が混んでるところに嘘。その日一番混んでんのかな。いやでも多分24がピークだと思ってた。そうだよね。まあさほらサンタさん分業だと考えると親にも頼むでしょ。でもさ置いといてってあれじゃない。そうすると23じゃん。大人が自分自身にプレゼントって思うとその日に届くようにするんじゃない。本当申し訳ないことしちゃったな。家具が来るよ。自分が休みだろうなという。でっかいのが来るよ。絶対一日家にいなきゃいけないなと思って。いいねでも。一日家にいなきゃいけない。25どうせ入らんやろみたいな。やった。なんかたまにさ事務所謎の気を使ってくれる時あるじゃん。あ、そう。誕生日とか。ああ。逆に仕事入れない的な。そう。でも仕事入れてくれないと誰にも会わずに終わるから。むしろ入れてくれた方が寂しいよ。そうイベントそれっぽくなるんだけどみたいな感じあるからさ、本当に何もなかったら家にいるからなっていう。私今年のクリスマスは配達業者さんだけ会うかもしれない。配達業者に。そうか、じゃあ25日なっちゃんち遊び行こうかな。なっちゃんち来たら全然。じゃあさ私さ肉焼けるさチキンをさ丸ごとさこうやって回転しながら焼けるさオーブンなんかついカッとなって買ったからさ、あれ使ったことないのよマジで。私どうしてんだろうスキジュール25。着なよ。そしたら家具ごめん一緒に運んでくれない。多分玄関に置いてかれるでしょあれ。待って多分ねちょっと夕方から空いてるわ。じゃあ届いちゃったら、置いといて。玄関に置いとくから。そしたら来たと同時に一緒に部屋に入れてくれ。入れるから。一緒にクリスマスを過ごそうよ。25ね。終わりかけのクリスマス。じゃあチキン回しとくわ。じゃあケーキ買ってくわ。25も案外なかったりするよ。あでもどっちがいい？ホールがいいか、いろいろこう。いや全然普通のでいいよ。普通のってどっち？確かに。でもね多分あると思うよ25だったらまだ。まあ普通に東京どこでもケーキ売ってるしね。そうなの。じゃあ私調べなきゃ肉の焼き方。調べといてちょっと25まで。丸々。最高だな。ウケるな。はいというわけで今日はコーナーも一応やりますね。入れて放置でいいの肉？そうだよね、中に詰めるとかじゃなければいけるのかな。いけるじゃないはい、続いてこちらのコーナー2023年エラス語的流行語大賞のコーナー。はい、このコーナーでは今年お送りした1月1日の1月1日にやった記憶ない。あ、収録、あ、そうか、収録回だったか。流行語大賞。あ、そっかそっか。1月1日の第5回放送から前回11月16日の第16回放送までの1年間を振り返り、私たち2人やゲストの方が発した言葉で特に皆さんの心に刺さったエラス語的流行語大賞を発表していくコーナーです。じゃあこの1年間どの番組からどんな名言が、この番組からどんな名言が誕生したのか、早速ノミネート作品を見ていきましょう。ノミネートを見ていきましょう。ノミネートナンバー1、文慶さん。文慶、ありがとうございます。文慶。夏姉さん、松井さん、小堀です。小堀。早速ですが、私が思うエラス語的流行語大賞は今年3月に行われた76エラス語合同イベントの両番組でのコーナー最適解合わせから出た、あやっぺのうろ覚えに近いハリー・ポッターの記憶から生まれたヤング。いや、カッコロン、カッコロン、カッコロンが笑う。ヤンカッコロン、やばい、やばい。本当あやっぺは天才だね。ひどいよ。ヤンカッコロンです。本当。これでちゃんと好きって言ってるんだからね、ハリー・ポッターのこと。すごい、だってさ、ヤンの記憶しかないのに、ねえ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 、クイズ出してっていうのがすごいよ。そうなんだよ。すごいね。そんなハリポタへの記憶に対してゲストだった高見菜さんのガチめの対応にもお腹を抱えるほど笑ってしまったのが今でも記憶に残っています。高見菜の表情がスッてなくなったもんね。やっぱガチ勢許せないんだよ、ヤンは。ヤンは結構投票多数だったということで、やっぱりヤン強かったもんね。ヤン出てくると思わないもんね。どっから来たんだってなるもんね。やっぱさ、私だったらヤン出したらはにかんじゃうなって思うの、でもあやっぺはやっぱしっかり自分の2本の足で立ちヤンを出すから。そうだよ、しっかり立ってる。本当に自信を持ってヤンを出すからさ、かっこいいよな。かっこいい女だよ。素晴らしいですよ、あやっぺはさ。じゃあナンバー2、ヤン強いな。ナンバー2いきますか。リンゴ大福さんからいただきました。ありがとうございます。サンキュー。夏ね、松井さん、こんばんは。こんばんは。エラス語的流行語ですが、正月にゲストに来てくれたトトちゃんのペロペロの素振りもぜひノミネートしてほしいです。まだ触れ合ってもいないのに松井さんの姿を見ただけでエアーペロペロをし始めるトトちゃん、それをペロペロの素振りとうまく例える飼い主、どちらも舌がよく回るなって感じでした。うるせえ、うるせえ、お後がよろしいようでじゃねえのよ。あったね。ペロペロの素振りは未だにしますよ。する。全然家でするよ。ご飯だよって言うとペロペロの素振り始まる。ご飯食べるって聞くと。いけるぞ。そう。ご飯か。ご飯か。いつでもいけますよ。みたいな。ペロペロすごい。じゃあまた今度行ったらやってくれるかな、素振り。いや、そうだよ。クリスマスね、このまま何もなくうちに来たら素振りが始まる。おもろいな。やばいな。餃子なくなっちゃいました。餃子はなくなりました。焼く？はい。でもフライペンがない。フライペンだ。フライペン来てます。フライペンがある。フライペン、綺麗になったフライペンがあるよ。また汚す。フライペンだ。綺麗になったフライペンをまた汚くするというね。そういうことだ。せっかくだから並べておくれよ。フライペンだよ。ついた。フライペンだよって何？ちょっとそんなにだよね。そんなにでした。どうする？次水入れる？入れない？入れないでやる？入れないでやってみる。でも結構カリカリだったよね。結構カリカリだったよ。あれぐらいでも全然ちょうどよかったけどね。よいしょ。並べる？あ、確かにくっついてるかも。くっついてるかも。あれ今、あ、ついてる？うん、ついてます。ついてます。水60だっけ？うん。60です。水60ね。60です。あざす。何これ？何？あ、60ってこんな下なんだ。こちら、こちらになります。あ、え？え？え、むずいよね、うん、それなんかメモリでかくて60なんじゃん。メモリでかくてむずいじゃん。あ、すごい。餃子のアップだ。餃子のアップでござい。餃子のアップが見れた。破れるんだってこれ。そう破れるんだって。そうやっぱ水分が出てきたんだよ。ね、そういうことだよ。致し方なし。そうだよ。私はちょっとオーソドックスに並べて読みます。でもなんか縦列。お、なるほど。縦列。あれだね。ラーメン屋の餃子焼きのあれのスタイルだ。あの感じで。あの機械いいよね。いいよね。挟んで。バーンっつって。やっぱ丸にした方が均等だった？え、別に関係ないんじゃない？そんな関係ない？うん。黙々と。黙々と。黙々と今準備してるから。ちょっと流行語大賞読めるかもしれない。あ、確かに読めるかも。読んで。今ヤンとペロペロの素振り。そうペロペロの素振りノミネートしてるから。エントリーナンバー3。デンさん。デン。